突然ではございますが、皆様はこのゲームをご存知でしょうか。ワンショットと名付けられたこのゲームは、数多くある Steam のゲームの中でも隠れた名作。どうしてこれが流行らないんだろうとまで言われるほどの、一部の人には有名なゲームみたいなんですね。そしてこのゲームはどうやら感動するゲームみたいなんですよ。この画面に映っております猫耳みたいな女の子、これが多分ニコという主人公です。この主人公をニコを動かしていくアドベンチャーゲームで、少し謎解き要素があるかなってなもんなんですよ。別に大したゲームじゃなさそうなんですけれども、ちょっとここでね、レビューを一部ご覧いただきたいと思います。購入者レビューね。例えば、今からあなたが体験するであろうその思いや気持ちが私はとても羨ましい、チャンスは一度きり、どうぞ楽しんで、とかね。あとは、これは初めてゲームで泣いた作品です、だとか、こういったコメントが数多くずらーって並んでるんですよ。もう購入した人の 95% 以上が全ておすすめを、だから圧倒的に好評なんですよね。何がそこまで心に訴えかけるのか。で、どうやらこのゲームは最後に3つエンディングがあるらしい。マルチで3つね。ただ、この、今ご紹介したレビューでも言えますけれども、チャンスは一度きりで、しかもこの初見っていうのがめちゃめちゃでかいみたいなんですよ。だから、口を揃えてこの購入者たちは、絶対にネタバレを見るなと言います。もう絶対ネタバレを見たら何の意味もないと。しかし、これを見ずに最後までやったとき、あなたの心はかなり揺さぶられるでしょうと。心に強く訴えかけてくる、そういう感動作品らしいんですよね。めっちゃ楽しみじゃない？これは、私知らずに、ギフトでいただきました。なんでギフトをくださった方、本当にありがとうございます。では早速、あまりに喋っても仕方ないんでね、始めていきたいと思います。スタートでいきましょう。お、早速来ましたね。これはデディケイテッドトゥアウアビル、あ、これちょっと最初すごいなぁ。まあ、おそらくですけれどもね、アウアビーラブドフレンドってことは、私たちの親愛なる友人であるフェリックスに捧ぐっていう意味じゃないですかね。で、We miss you ってことは多分フェリックスさん亡くなったんでしょうね。そういう意味でも強い思いがあるゲームなのかもしれない。これが最後にかかってくるのかもしれないね。あ、主人公かな。ああ、メガネコなんだ、主人公は。もう夜やのに目ギンギンみたいになってますね。誰かいる。うん、なんか可愛らしいね。ん？動かせる？あ、違うか。誰もいないと思うんですけどね。これが主人公ニコ。夜なのかな、すごい暗いですけど。年中マフラー巻いてるみたいな感じで。これ夜ですよね。柔らかな明かりが窓から差し込んでいる。うん。多分夜の月明かりってことやと思うんですけどね。埃っぽい本。暗すぎて読めない。うん。まあ、インベントリーとか、あ、これはインベントリーじゃないのかな？トラベル。今はクイックトラベルを利用できません。クイックトラベルとかあるのか。あ、なるほど。これで操作説明画を見ることができると。はい。これは？これも見てみる？ん？パソコンか？パスワードを入力してください。パスワード。ゴロパーナ。ゴロパーナ。違うか。ミミシコ。違うか。ヤクザ。ヤクザ、違うか。いや、もうこういうことをしてるから多分初見売買なんでしょうけどね。まあ早速違うとこ見、あ、これは？これ光ってるよ。TV リモコンがある。うん。あ、拾いました？ TV リモコン。これ多分ね、これで、あ、来ましたね。暗い場所では文字が読めない。はい。あ、ん？これこの状態で選択してるってことね。これで戻ると右下に出てくるってことですね。了解です。TV リモコンをなんか使う。これなんか Google マップの目的地みたいですね。それじゃあ持っていきましょう。こっちはバスルームかな。これは枯れた植物がある。固く乾燥している。ほう、枝がポキッと折れた。ま、いらないですよ。え、あ、それ持ってしまうの。あ、赤髪やね。これ明るく黄色い目が2個を見返している。なんで黄色い石なんでしょうね。トイレには水がないと。浴槽にも水が流れないと。ここはなんか廃屋みたいな感じなんでしょうかね。こっちは、まあ、ドアは施錠されている。これ走れるんよね。なるほどね。はい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 。じゃあこのリモコンを。これリモコンここでは見られないの？これ明かりにはならないの？あ？薄明かりの中2個にはリモコンの表面がわずかながら見える。うん。あ、来たね。6925以外の数字がなくなっている。6925、これ黄色とか赤とかありそうやな。黄色、赤、9、緑、赤、青、5。これどう？ 5 に黒。あ、来た。まあ、GoPro の画面みたい。なんか。あ、なんか押すの？はい。
私を見つけたな。なぜだ？私って何やろ？すでに手遅れだ。世界のほとんどが崩壊した。外に出てみればわかるはずだ。この場所に救う価値はない。何？俺世界を救うの？それでもやってみるか？なら、このことを忘れるな。君の行動は二個に影響する。あ、俺に言ってんの？ちょっと鳥肌立った。俺に言ってんねや、これ。はい。二個を守ればいいってこと？君の使命は二個が帰れるように手助けすることだ。はい、わかりました。そして、最も重要なことは、チャンスは、一度きりだ、ワイワイ。え、待って、なんで俺の名前わかんない？どういうことえ、何これ見えてるみんなこれ。え、なんで俺の名前がわかんの？え、不思議。え、何を調べて、どう、え、これ何バグ？うわ、え、何やろ、何、え、何経由で俺今知られたん？怖っ、ネットって。え、ほんまに全然わからへん。なんでか全然。ただなんかドアが開いたんやろ。え、めっちゃ怖い。こんばんは。誰かいない？え？これ、え、俺、なんかいろいろ知られて、おい、抜かれてんじゃん、なんかデータ。これは？あ、なんやねん。テレビは危険そうな火花を発している。ほう。火花を発しているね。はいはい。これは？ここら辺は？暖炉の焚き木は一度も使われていないようだ。電化できるかもしれない。あ、なるほどね。これじゃあ、この乾いた木を、持って、これでつけるとかじゃない？ちょっと下も見てみたいけど。あ、だからそれなんやねんって。びっくりするわ。あ、でもつかないってだな。まあ、ちょっと下行ってみましょうか。ここは？流し台は水が流れない。これは？冷蔵庫の中にアルコール、あー、なるほど。これ、え？でも、アルコールと組み合わせるってことか、これ。アルコールと、あ、2個は枝にアルコールをつけた。なるほどね。はいはい。あれ？ 2 個できたよ。あ、空き瓶も残るんだ。ああ、これなんか使うんでしょうね。この濡れた枝を持ってなんかするんでしょうね。じゃあ、多分火花つけるんじゃないかな。ただのテーブル。ただの椅子そうでしょうね。爆発する椅子とかだったらびっくりしますもんね。じゃあこれ一回ここつけてみましょうか。わあ。わあって。これ多分ここにつけるんでしょ。あ、綺麗。青い光なんやね。これ何？なんか落ちてるよ。地面の何かが炎の明かりで輝く。床の割れ目にはまり込んだ小さな製鉄の物体のようだ。ニコはそれを取り出した。何でしょう、小さな製鉄の物体。あ、鍵なんね。はいはい。じゃあ これ一応も持っときましょうか。持っといて。俺ここ気になってんのよ。これ何でしょう。なんかドアロックされてるんじゃない？ん？何でしょうこれ。なんか分からへん。これ鍵穴じゃないの？使えへんのかな。なんか向こうからフィューンってなんか飛んできたりしたら、あれよね。向こうからハツとかフィューンって出て飛んでいったら怖いですよね。なんかもうそういうこと言わんでいいのよな。真剣にやる感動する作品やからね。あ、こっち？ここに鍵使った今。地下室復活。ふっか。やばいなこれ。もうちょっとした通勤やな、ここまで行って。あ、これ走れるんやっけ。あ、ここは走れへんのね。ん？こっちか？お？何ですか？ヘアゴムですか？全然暗くてちょっとあんまり見えないですけどね。これが何なんでしょう。これ取ればいいんでしょうか。すごい適当なフィラメントですね。ん？あ！明るっ。え？なんで光ったん？わ、すごい。なんか可愛い。なんか可愛いない。可愛いね。猫の目やから可愛く見えるのかな。なんか。なんか喜んでそうじゃない顔。この黄色い丸っこいなんか電球みたいなやつが大事なの？これが多分そのタイトルワンショットのワンのね、O の字がこれ電球で表されてましたから、すごいキーアイテムなんじゃないかなと思うんですけれども、多分これどっか持っていけってことなんやろな。これここに焼くとかそういうこと。炎は弱いが気分が安らぐ。そうですね。あ、これをこっちか。これこっちじゃない。これはめんのか。あ、違うんか。あ、これをこうやって持っとけってことか。大きな電球、太陽だ。太陽じゃないです、電球だって言ってますからね。これは多分はめるんじゃない。ほら、すごい仕掛けやね。ドア開くのかな。あれ、ワープしちゃったのか。これ何、コンピューターターミナルの残骸。コンピューターターミナル。ほう、こっちは
こういうのは何もないの？これは何もないんか。すごいね、なんかバスケットボール抱えてるみたいな持ち方してますね。うん、何もなさそうですね。オッケー、じゃあ出てみましょう。はい。はあ、何これ、月か？クレーターみたいなのありますね。ああ、大きいわ。むちゃくちゃ長ない？え、あれ俺いけんの？クイックトラベル、メニュー内のトラベルオプションを選択することで以前に訪れた場所に素早く移動することができる、ワープできるっていうことですね。 A ボタンから使ってくださいと。室内では使用できない、了解しました。はい、こっから出てきたんかな俺。多分こっから、そうやね、こっから出てきたっぽいですね。あのビルみたいなやつは何だったんでしょうね。これはロボットだ、動力はない。ああ、ロボット、上行ってみますか。これもだからロボットなんでしょ。ここは何なんでしょう。なんかだからそのコンピューターに世界を救えていきなり言われましても、そのなんかあれなんですかね、私のいたさっきのところとはまた違う世界を救えとか、そういうことなんでしょうか。あ、綺麗これ。何これ、なんかキラキラしてますね。これどこなんでしょうね一体ね。あ、ここなんかあるよ。水平線が緑色に光っている、緑色に光っている、うん、あ、なんかおるよ。あれ誰、ちょ、あの人挨拶しに行こう。すいません、こんばんは。うん、え、死んでる死んでるんじゃないこの人。顔が若干死んでたね。顔がなんかコンセントみたいになってるね、あの人。コンセントと呼ぼう、じゃああの人。この太陽持っとかなあかんのこれ。俺ずっとこれ多分明かりになってるから、これがないと。あ、ここはこれまたワープできるとかじゃない。あ、なんか落ちてる。レールの折れた部分だ。はい、ニコはそれを拾った。はあ、あ、ベッドあるよ。このベッドには見覚えがあるだろう。ワイワイ。だからなんで俺の名前がわかんの、お前は。この世界でニコが初めて目を覚ました場所だ。時にはニコに睡眠を取らせることも重要だ。うん。ゲームは自動的に終了するが、後から再開できる。心配するな。自動的に終了するってことは、寝てゲームを切れってことなんだ。だが、今は休むべき時ではない。はぁ、あ。あー、なんか、俺、ちょっとなんかあれやね。ニュアンスっていうか思考がちょっと違うね。普通はニコの立場に俺が立つやん、じゃなくて若干メタいっていうか、なんていうか、操作してる俺とニコは別っていう捉え方なんだ。まあここでは呼吸ができない。はい、あ、これ次のステージってことなのかな。じゃあ最初の降り立ったところから下に行きましょうか。え、どうなっていく、え、俺が守るってことはなんなんや。俺もう嫌な予感しかせへんな最後。絶対なんか俺ニコを俺の選択肢によっては殺して世界を救うとか、なんかそういう感じになる。俺ちゃんそういうのめっちゃ、俺そういう、違う、そういうので俺コメントで絶対なんか言われんねやって。いやでも俺真剣に考えてやりますんで、そこはもう間違いない選択肢を私は提示しますんで皆さんに。こっちか、これで追てるんかな。なんかいいけどいいけど、鳥取砂丘みたいになってますね。これロボットが死んでる。あ、なんかおるよ。お前は？あ、めっちゃ見えてかい。ああ、その電球はいらしたのですね。え、ミーのこと？そうです、私たちの世界へようこそ。あなた様にお会いできて大変光栄でございます。はい、ああ、ありがとう。うん、私の予言通りです。あなた様こそが私たちが待ち望んでいた救世主でございます。あなた様がこの世界を永遠の暗闇からお救いになられるのです。ああ、そう、これより重要な情報をお伝えいたします。はい、何でもお聞きください。じゃあ何から聞こうかな。あ、なんか選べるね。じゃあ家に帰る方法についてちょっと申し訳ないんだけれども、うん、帰りたいよね。やっぱ俺帰らせるのが俺の目的やから、どうやってここに来たのかもまだ分かってないし、ちょっと前まではママと、あ、ママがいるんだ。今はまるで悪夢の中にいるみたい。ミーは早く家に帰りたいだけなんだ。うん、あなた様の使命はこの世界を救うこと、この世界に関する情報を提供することが私の使命であるのと同じように。ほう、案内係なんだ。プログラムされていないことは何もお手伝いできない、申し訳ない。この世界は3つの地域に分かれております。はい、3つ。今あなた様はその外れ、不毛の地という場所におられる。あ、ってこと4つってこと。3つの外れ、え、どういうこと。遠くに見えるあの塔にはかつて太陽が置かれておりましたあの上見え、めっちゃ高いやつ。あ、あの高いのは塔だったんだ。中心に近づくにつれて他の地域を横断することになります。この前哨基地のどこかに地図がまだあるはずです。そうなんだ。あなた様が手に持っておられるのが私たちの新しい太陽でございます。
あー、どういうこと、これをはめに行けってことだよね。その通りです。数年ほど前、塔の頂上に鎮座していた以前の太陽はその生命を大地に注いでくれていた。しかしある日、光が消えてしまった。あと太陽は壊れやすいですから、どうかお気をつけて。はあ、太陽が砕けると世界は一瞬で滅びてしまいます。はあ、そんな大事なんだ。あ、そう、コンピューターについても聞かせて。君の行動はニコに影響するって言われたんよ、みたいなこと。そうそうそう、でもミーがニコなんだ。うん、そんなことより俺の名前をどうやって抜いたんか、お前がっていう。あ、もう問題になるかもしれないから、これは。それはワイワイへのメッセージだと私はだから、なんで俺の名前ワイワイ。あ、そうか、お前分からへんねんな。あ、それは私たちの神様のこと。あ、俺が神様な。あなた様がここにいらっしゃるということは、ワイワイもここにいるということです。あ、そうですよ、僕ここにいますよ。ワイワイがあなた様の旅を導いてくれるでしょう。うん、せよ、導くよ俺が。と言いますか、すでに導いています。そうなの、そうよ。誰にも会ってないけど、あなた様はワイワイとまだ接触しておられないのですか。接触って何。多分太陽をもたらすものとして、あなた様はワイワイと直に対話できる聖なる力を持っておられます。他の誰とも誰も持っていない力です。ほう、目を閉じて集中するのです。そうだね。こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。言うた方がいいの？ワイワイ、いる？いるよ。はい、それは私の名前ではない。いや、私の名前をどうやって抜いたのかを知りたいけど、俺は。でも、まあ、はい、にしようか。おう。まあ、うん。はじめまして。ミーの名前はニコって言うんで、うん、知ってる。あの、Steamのページで見た。うん。本当に誰かの、あ、聞こえた？聞こえたって、名前はワイワイだって言ってた。すごい。遠慮せず、ワイワイに助けをお求めください。救世主なのですから。とりあえず今は大丈夫。え？なんか聞けよ、いろいろ。それはよかった。幸運を祈っております。あ、これで終わりなんだ。あー、なるほどね。じゃあ、ちょっとここ入ってみる？え、俺はどういう目線で、じゃあ俺は一応導いてるっていう目線で常にいりゃいいのね。ニコじゃないんだ。大丈夫そう、動力がないだけ。動力、あ、なんかここにあるよ。え、ここコンピューターもあんねんけど、このコンピューターちょっと見てみて、いさき。あ、電源が入らない。電源入れなあかんのか。コンセントか、これは。ん、はい、読みましたが、なんかバッテリーが、これがバッテリーみたいですよ。面白そうな箱だ。何かこじ開けるものがあればな。あ、俺ちょうどこれ驚くほど軽い。ナイキの宣伝文句みたいな。このパイプじゃ割れ目に入りそうにないよ、ワイワイ。あ、そう、どうにかして平たくしないと。あ、そうなんや、なるほどね。あ、これはちょっとだから、なんとかパイプを、ん、あー、マップか、これ。マップオブザワールドって書いてるね、ここにね。もう高すぎて線みたいになってますやん、これ。すごいな。まあ、ここ今だから俺がどこにいんの、俺がどこか分からんけど、まあ、ここら辺におって、こっからこうどんどんどんってこう3つのエリアを行かなあかんっていうことを言ってんのね。了解です、了解です。はい、これは主任技術者の後任としてロボットが任命されたのは異例の処置だろう。ことさら昨年起きた事件の当事者がその、ほう、なんか事件起こしたロボットが主任になったんか。彼女を町から追放しなければならないのは理解できるが、その理由だけでここの従業員が納得いくはずがない。あの男、自分が何をしているのか分かっているといいのだが。お、なんか人事部の愚痴みたいなやつ書いてあるけどね。なんかとにかく女の人が、あ、主任やったんかな。その主任が外された。で、その代役として一応ロボットが任命された。しかも一回事件を起こしたことのあるロボットが、ということみたいですけどね。これは色あせたポスターだ。鉱山で新たに5つの職種が募集を開始。うん、待遇には、あ、なるほどね。なんかこれあれか、人材募集か。こっちは全従業員へ注意書き。最も珍しい形態の青色蛍光体は蛍光エビの抱卵周期に発見することができます。青色蛍光体、蛍光エビ、エビ。池の水面が泡で覆われているのを発見したときは直ちに管理部門にご連絡ください。え、泡で覆われてる、なんかキラキラしてるってことじゃないの、じゃなくてかな。それやったらちょっと見たことあんねやけどな。で、ここ入ってみましょうか。うん、あ、なんかあるよ。あれ、エビちゃうんけ。ちっちゃな光るエビが瓶の中でたくさん泳いでいる。ほう、これが蛍光エビか。小さな機械だね。なんだろう、ミーの髪がちょっと逆立ってる気がする。あー、静電気ってことか。
なんか電気があれなんやな。アコで鳴ってるってことな。ここは？あ、ここにもなんかあるよ。大きな機械だ。だけど動いていないみたい。真ん中に長方形の穴があるよ。ここに何かがはまっていたみたい。はあ。いや、これじゃないの？この蛍光エビじゃないの？違うか。今持ってるアイテム、あ、この空き瓶とか、なんか入れるんちゃう？エビはここに入れてみたいな。ほんで、エビここの上ではめ込むみたいなことじゃないかな。まあ今んとことにかく電源も入らへんしね。このパイプをどっか潰さなあかんちゃうか？なんとかして潰す必要がある気がしますけどね。よし、じゃあちょっと右の方にも行ってみましょう。行ったことないエリア。ん？これなんや？なんか建物ありますね。うん。工場かな？っぽいですけどね。特にね、アイテムじゃないと思うんだ、このロボットは。こういうの多分違うと思うんで、どっか違うとこちょっと見ていきましょうか。まあ、これとかは？これとかなんかのパーツとかじゃない？すごい傷。直せそうにないね。あ、そうか、違うか。こっちは？あ、なんか上になんかあるよ。これは？これではパイプを潰せばいいの？ワイワイ。ん？あ、パイプをここで潰すの？プレスキーみたいなこと？おう。怖かった。あ、潰した？ほう。ん？何？手に入れた？あ、バールのようなものになった。はい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 。ほんなこれで俺、ああ、開けに戻る？なんかサクサク進むね。おっしゃ、じゃあ開けてみましょうか、これを。はい。これなら。うん、何あった？金属製の小さな箱みたいなのと、割れたガラスが入っている。昔使われていた機械の部品みたい。横に太陽光バッテリーって書いてあるよ。ほう。あ、俺持ってる？あった、壊れたバッテリー。バッテリーのようだ。中に割れたガラスが入っている。中に入ってんのか。組み合わせられない。ほう。これが、なんかこの横のマニュアルを見てみる分には、その光る蛍光体みたいなところの横とかに置いたら、充電できますよっていうことらしいんだけど、今多分ガラスが割れてるから、まだ使い物ならんのちゃうかなと。多分こういうやつじゃないかなと思うな、蛍光体って。光ってるやつね。だからなんかそれが収束しているというかね、集まっているところに、置くんじゃないかなと思いますけどね。っていうかまあ今お前が太陽を持てるとそれでいいんちゃうかなって。こういうとこにこれ置けへんか、壊れたバッテリー。無理か。まあ今のところはちょっとのめり込んで入っていくっていうよりは、なんだろうなんだろうの連続ですけど、この線路はどういう風に使うんでしょうね。編み物みたいになってますけどね。あー、分岐してるな。右から行ってみるか、じゃあ。こっちは？あ、分かれ道。あ、ここか。あ、メモあるよ。はい、読みましたところ、毒ガスの地区を抜けるためにガスマスクが必要だと。そして、念のためにガスマスクは保存しておいたよ、と書いてます。ただ、どこに保存していたかとかは分からないということみたいなんですよね。これなんかいっぱい道あるな。あ、これは？鉄の金庫だ。6桁のコードでロックされてるみたい。それはちょっと俺も見たことないけどね。西に555。西に555。あー、違うか。さあ、ではこっち側にも行ってみましょう。とにかく迷路っぽくなってますけどね。あれなんやろ、なんか残骸っぽいね。あ、こっちにもなんかあるよ。これはメモやね。壊れたページの、破れたか、ページのインクがかすれている。こっちはん？あ、こっちなんかゴールっぽいね。一回左側潰しとこっか。あれ？こっちも、こっちでゴールっぽい。ん？あ、これ毒ガス地区じゃない？これ。ほら。やっぱ無理よね。息をするのが辛いね。オッケーオッケー。じゃあこっちじゃないのか。右にとにかく進んでいけばいいってことなんやろね。よし、じゃあ右に進んでいってみましょう。こっちやと、お、こっちじゃないかな。あー、なんでしょうこれ。あ？なんかひよこの足跡みたいなのありますね。あ、なに？なんかある？ん？あ、ロボットや。動き出したらせえへんやんな。あ、ロボットだ。動力がない。他のと一緒。でもこいつだけなんか違うよね。何かしら、特別待遇みたいな。これクローバーか？クローバーみたいなの生えてるよね。なんかありそうな気はするけど。なんもないのかな。あ、ここになんかあるよ。これ入れるとこ。え？誰？何この人？あ、その電球。あなたが救世主なの？そうよね。そう言われたね。もっと背の高い人を、そんなん言われても。少なくとも、子猫みたいな見た目じゃない人。そうよね。あなた、猫科でしょ？違うよ。え、違うの？ミーは人だよ。うせやん。でも猫みたいな目をしてるわ。でも猫は四足歩行だよ。
何その会話。塔には私たちでは到底理解できない力が存在しているの。そしてその力は頂上で凄まじい強さになる。ほう、太陽の光がか。使命を成し遂げたらあなたを故郷に戻してくれるかもしれない。あ、そう、本当に。本当かは分からないけれどもね。え、どっちやねん。あ、ここ光ってるよ。棚から何か飛び出てるよ。飛び出てるって。あ、ドライバー欲しいならあげる。そのうち役に立つかもしれない。え、いいの。ええ、たくさんあるから。なんでたくさんあんの。一個でええやろ。これは、それは触らないで。他は特に。あ、二人の人が写った写真。でもガラスが曇ってて細かいところが見えない。あ、ロボットやけどなんかフィアンセがいたんかな。でもこの髪の毛の感じがロボットっぽくはないよね。頭だけ人間みたいな、そういう感じに見えるんですけどね。まあ右にも行ってみましょう。ん？うわ、すっげーでかい。何これ、畳紙みたいになってるやん、ここ。待って、え、飽きたん。めっちゃ歩幅短いやん。こっちの方向に歩いていくのが見えたの。うん、鉱山が放棄されてからかなり時間が経つわ。安全は保証できない。もし入る必要があるなら私の職務としてせめて一度は同行させて。やった、ありがとう。お前も入ってくんの。お前入ってくるとか、お前もう先行ってもうたやんけ。ええんか、めっちゃ行くやん。気をつけて。うん、まあお前が先に気をつけてほしい。これは地面に小さな機械が落ちている。カメラみたいな形してる。正確にはカメラだったものね。それはその残骸。以前はおそらくロボットのパーツだったんでしょう。ほー、違うかもね。違うんかい。違うんかーい。いや、あいつなんか2点3点するな。あ、ここにもエビが入ったピンがあんの。エビが入ったピンって。なんかそれだけ聞くとね。お、カメラは大きなねじ込み式レンズがついた壊れたカメラ。なんかこれをあのはめ込むとこあったじゃないですか。あのはめ込むところにあれ長方形がどうのこうの言ってたんで。遠くに黄色い光がかすかに見える。橋には近寄らないで。橋には近寄らないってどういうこと。トンネルの入り口すらも崩壊したよね。車両がなければ進めないわ。じゃあ俺車両探してくるわ。ありがとう。どうしようかな。なんか一体のロボットもう、え、うん、出るよ。な、出た、あかん。車両って言うたから自分が。これ例えばやけど、例えばこのカメラからドライバーでなんかレンズを撮るとか。あ、ほら、ドライバーを使ってレンズを外せばいいの。わかった。そう、なんでかっていうと、このレンズが壊れたバッテリーにこのガラスが入ってるって言って割れてると。だから多分ここにはめるとか。ほら、レンズがぴったりはまった。やっぱりね。で、傷一つない充電式バッテリー。今は充電されていない。これを充電するためには、なんかね、どうやら光の湖みたいなところに、お、これいいぞ、サクサク来てるぞ。ここやん、ここ、こことかに置けへんか。あれ違う、これ。あ、ちょっと待った、なんかあの図のところにさ、これ電球書いてない。ほら、太陽の光を直接バッテリーに。うん、できる。全然思いつかなかった。ナイスアイデア、ワイワイ。うん、もう目つぶって喋ってくる。お前設定がブレブレやんけ。あ、充電し終わった、一瞬だったね。充電済みバッテリーで、これ充電、じゃあ充電済みバッテリーを俺多分コンピューターに使うんじゃないかと思うね。これでやっと1個目でいろいろ得られたものに関しては終わりかなと。ただね、1個まだ気になってんのは、私あのバールのようなもの、このバールのようなものがまだあるんですよ。これがどうなってんのかなっていう、なんかにまだ使うんかなみたいな。ここ、あ、きっとこの充電済みバッテリーなら。あ、動いた動いた、よかった。わあ、なんもない、なんもない。あ、動いてるやん。お、なんかめっちゃロボットも動いてしもてる。これでコンピューター使える。これ喋ってみる。技能が正常になりましたみたいなことかな。歩けます、歩けますって。技能が正常に戻りました。発電機の電源を入れたのですか。うん、多分そうだよね。わいわい、そうだね。じゃあこうコンピューター見てみましょうか。お、うまく進んでいるようじゃないか、わいわい。だが君はここで一度足踏みすることになる。ほう、とある箱を開けるためにコードが、あ、6桁のコードやろ。だがそのコードはこの世界には、え、この世界には存在、なんなんこれ。なんかちょ、ウィンドウ出してくんのやめろ、怖いねんって。どういう意味やねん、お前。なんか俺のお前アマゾンのパスワードとか出してくんなよ、お前。おい、ちょっと待てよ。